今回はガンダムバルバドス第4形態2000コストのやつですね。そちらの視点になります。この機体は前作マキシブーストオンの時に初参戦というまだまだ最近な機体なんですけども、エクバ2になってからねバーサスの様子を受け継いだりとか新規の武装とか追加されたりだとか、まあ、かなり改修されてますね。まあ、中でも目立つのがアシストの変更ですね。サブ射撃、前作までは秋広が狩るグレイズ海が射撃も格闘もこなして筋肉過労死って感じだったんですけども、今作はレバー入れサブ射撃にシノのね流星号が新たに追加されて2段格闘を行ってくれるようになりましたね。まあ、それで N サブ射撃は変わらず秋広なんですけども、ガンダムグシオンリベイクに乗り換えて射撃に専念してもらうことになったと。そんな一新リニューアルされたアシスト君たちですが、その性能についてはおいおい触れるとして、俺はねこのバルバトス第4形態のね特殊移動とアシストを絡めた少しオラついたというかズーズーしいね動きが好きなんですよ。詳しく説明すると、まあ、そのままですね、特殊移動からサブ射撃アシストにキャンセルするとこの機体すごく感性が乗るんですよね。スルーって気持ちよく滑る、そういう動きができる機体って結構貴重なんじゃないでしょうか。てか他にいたかな、まあ、ちょっとパッと思いつかないので置いておきますけども、まあこの時点でお気づきの方は間違いなくいると思われますが、まあ、このねバルバトス第4形態の動画を中心的に投稿されているブライトさんがよく使われている動きですね。あの全く面識ないんで名前出して申し訳ないんですけども、だから今回この機体のリクエストが来た時も井の一番にブライトさんの動画見させていただいて勉強させていただきましたね。いやまあ勝手に名前出してしまったわびじゃないですけども、右上の方にポンと宣伝させていただきましたので、ぜひリンク先に飛んでいただければなと思います。もちろんこの動画を見た後でね、当たり前だよな。そんなわけで次の試合から対戦内容をじっくり喋っていきましょう。それでは2戦目ですね。お相手デステニーは相方で、いや敵にもデステニーがいるのか、デステニーとマックナイフですね。さて射撃機らしく立ち回っていきましょう。この機体もねルプスレックスの時も同じことを言ったんですけども、まあ、パッと見、まあ、原作の活躍的に格闘機に見えて、まあ、そんなことはなく、まあ、割と堅実な射撃もできる万能機ですね。まあ、でもバルバトス兄弟の中でルプスは割とゴリッゴリの格闘機な印象ですね。相方のカットをしっかりメイン射撃、そして特殊射撃メイン射撃派生で行ってからの、まあ、ちょいと相方はミスってたかったが、ここはいろいろとだらしない被弾をしてしまったビームスパイクに当たってしまって、さてデスティニーにこれはバーサスからの新武装ですね。レバー入れ射撃チャージで太刀を投擲することができるんですね。まあ、この技は、まあ、発生の遅さが少しだけ気になりますけども、まあ、横にね判定が広くて非常に当てやすい武装となっておりますが、まあ、そのメリット部分は、まあ、実弾という性質上ね宿命ですね。敵のビームとかに、まあ、射撃にかき消されやすく、判定のデカさがメリットでもありデメリットであるというわけですね。噛んじゃったよ。さてメイン射撃から格闘ですね。バウンドダウンを奪って時間を稼ぎつつマックナイフに前角を差し込もうとするが、まず右から出てきたデスティニーを落としてから最後は流星号に仕上げてもらったとありがたいですね。まあ、しっかりエル覚醒回せたのでいいんじゃないでしょうか。そのままマックナイフに行きたいですね。マックナイフ気をつける武装はサブなのでそれをかわしつつ、おっと特殊移動からアシストがなかった感じが、しかしここはメイン射撃でよろけを取るがカウンターですね。これはグシオンを倒した技か、まあ、これもバーサスからの新規武装ですね。カウンター、まあ、後ろ角にこれがついてるわけだから今までのピョン角は前後特殊格闘になったのかな。まあ、前作使ってた人ちょっと慣れるの時間かかったんじゃないでしょうか。さて相方がマックナイフにとどめを刺しに行ってるので、こちらはデスティニーを少し見てあげます。やってくれた感じですね。ありがとうございます。さてここいらで少しだけ小話を挟ませていただきますと、バルバトスのメイン射撃ですね、まあ、多くの人が滑空砲と呼んでいるこの武装なんですが、まあ、これはね結構前に出したグシオンの動画でねご指摘をいただいたんですけども、公式のねモビルスーツ紹介欄の武装欄を見ていただければわかるんですけども、滑空砲と名付けられているんですね。あ、そうなんだ、滑空砲なんだと思ってちょっとね軽くネットを調べてみたんですけども、まあ、ガンプラとかのね記載とかには滑空砲っていう表記なんですよね。
てか本当にね、いろんなメディアでやれ滑空砲だやれ滑降砲だと全く記載が統一されてないんですよね。じゃあそもそもね、実在する兵器は、まあ、どう呼ばれてるんだろうかなって、まあ、調べてみたんですけども、そこにもね、滑空砲は間違い、滑降砲が正しいよっていう記載もあれば、いや滑降砲は間違い、滑空砲が正しいよみたいな、どっちだよ。仕方ないので、この機体のねメイン射撃、本動画ではせっかく公式にもね記載されているので、滑降で統一したいと思います。ただそれだけの話。さあ対戦戻りまして、オーバーヒートでデルタプラスに格闘をねじ込んで、高みの見物、左の排入が気になるが、そのまま上に逃げるようにオーバーヒートになってしまって、さすがにこれは耐えられなかったが、排入ガンダムの猛攻を受けてしまって、これは攻め継続の流れか、覚醒もないのでちょっとよろしくないですね。さてオーバーヒートになってしまったが、ここはアシストのつるーっと移動でなんかハンドグレネード食らってしまいましたが、被害は最小限。まあ先ほどの被弾で覚醒が溜まったので、ここはしっかり覚醒を使って、前角からの覚醒技ですね、N 覚醒技、これかっこいいよね。メイス刺してしっかりパイルバンカー引き抜いていいですね。そのままデルタプラスに向かうか、それとも相方が言ってくれてるのでこちらが排入を止めるかは自由ですが、ここはやられてしまった。デルタプラスが上に行ってるところを取りたかったが、さすがにアメキャンをされて排入ガンダム詰められたかと思ったら、なんか実弾が消えたぞ。タチから N 後ろ派生ですね、ギリギリ落ちなかったが、ここから排入に肉薄していくか、格好法、それから前格闘ですね。エピオンほどではないですけど、似たような使い方ができる前格闘、空中で当てたのならばしっかりブーストダッシュ特殊移動で N 格闘か横格闘が入るので追撃も可能ですね。使ってみてはいかがでしょうか。さて早いものでもう4戦目ですね、本日ラストの対戦となります。お相手トールギス3とライトニングガンダムフルバニアンやっていきましょう。しかしね、俺このバルバトス第4形態メイス持ってる時よりもね、こうやって格好法をしっかり脇に抱えて立ち回ってる姿の方が絵になって好きですね。そんなこと言ってたらトールギス3のメイン射撃とトーラスにこかされてしまって、相方をね前線に上げてあげたいので、マカロックギリギリから弾を撃ちたいが、トーラスが盾になったのか、今は万能すぎんか、のアシスト本当に強い。こういうねお見合いしてる時に N サブ射撃のガンダムグシオン射撃してくれるアシストですね、それが結構ねいい味出すんですよ。なんか普通に誘導するし、弾が、まああとギジクロスみたいなのも取れますしね。ちょっとこの対戦でお見せできるかは分かりませんが、さあおばひになりながらも流星号と協力してしっかりダウンを奪えましたね。うまくいった感じです。こちらに来るライトニングに太刀を投げて手早く終わらせる後ろ格闘派生、まあ、コンボ選択バッチリですね。トールギス3にカットされることもなく、相方が低体力で入ったので少しだけ支援してやりたいが、結構微妙な体力ですねこの400、まあ、このまま残しておきたいが、相方と一緒にさらにグシオンも使ってダウンを取って、ここで少しだけライトニングガンダムフルバーニアンに圧をかけていきたい。あ、やっぱりグシオン強いんだよね、今のグシオンの弾なんで。さすがアキヒロ、ただの筋肉じゃなかった。再びライトニングに詰めて、まあ、E 覚醒吐かせられればよしとしましょう。 E 覚を吐いて追撃が来るかと思ったらそうでもなく、さてそのままトールギス3とお見合いですかね、格好砲が当たって、まあ、やはり弾自体はね強いんでしょうかね、まあ、消されるというデメリットがある分強く調整されているのか、さすがにこのおばひは取られてしまうか。いやそんなことはない、流星号本当に仕事してくれるな。あ、この対戦は S 覚醒ですね、おそらくなんかちょっとだけ使って折れた S 覚醒だと思われます。ライトニングに圧をかけて相方の変形メイスで終了ですね。いや俺的にねバルバトスはね S 覚醒は、いや今のねその環境でやるのならまあもういっそ F 覚醒でやった方が賢いのかなって思ったりしつつ、まあ俺はそういうねちょっと破天荒なことはあまり得意ではないので、まあ、手堅く L 覚醒を今回選んだって感じですかね。いや決してねこの機体の S 覚醒を全否定してるわけではなく、まあ、本当にわかの俺が使っても S 覚醒で全然弾が当てられなかったからっていう、まあ、答えになりましたね。そのわけでバルバトス第4形態視点でした。まあね、まあ、みんなわかってると思うけども、まあ、メイン射撃とかねいろいろ消される武装が多いこの機体、今だと少しね扱いづらいというか戦いづらいんじゃないでしょうか。まあ、だけどね格闘がかっこいいんだよこの機体は。
今回の動画で、まあ、大体の派生は出し切れたから満足かな。まあ欲を言えば後ろ覚醒技のねカウンターも当てたかったんですけども、さすがにねそれは叶うことはなかったですと。それでは本日はここまでにいたしましょう。ご視聴お疲れ様でした。次回の長田にもご期待ください。